演舞開演。どうも、本日は藤子の卯の花を食べたいと思います。では、いただきます。おからってパサパサしているイメージが強かったのですが、出汁が染み込んでいて意外としっとりしていました。それが程よい食感を出していて、中のこんにゃくや椎茸といい感じにマッチしていてとっても美味しかったです。おからはダイエットにもいいので体のことを気にして食べたいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。